これはどういう意図なんでしょうか。おととしの高校美術展のテーマがいじめ防止ポスターだったのでそれで書きました。これパーとグーは、パーの方が止めるっていう意味で、グーっていうか指さしてるんですけど、それは相手を指さしてるっていうことで。なるほど。村上先生いかがでしょう。面白いですね。シンプルでね。ねえ、ありがとうございます。またこの黄色っていうのが膨張色でこう目に入ってきますよね。そう、ありがとうございます。そして指導されてらっしゃるのが、先ほど卓球をしていました先生がなさってた山田先生なんです何でもこういったパロディの優秀作品を集めて本をお出しになろうとしていると伺いました。予定ではですね、来年秋ぐらいに出しちゃおうかなと思ってるんですけども、まあちょっと資金の方で、走り回っております。卒業生の方たくさんいらっしゃるんで、なんとかなるでしょう。そうですね、なると思います。はい、どうでしょう、最近のお子さんをこう指導してらっしゃって感じることってありますか。昔の高校生とやっぱり変わりますよね。素直で、やっぱり勤勉でですね、金額って言っていいんですかね。今日は涼子ちゃんはいらっしゃらないんですか。上戸涼子ですか、はい、ちょっとスタジオにいないんでしょ今。今日はいませんね。あ、本田さんどうも。お久しぶりです。お久しぶりでございます。これでお世話になりますけど、制服のお題の時にね、いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。いろんなところでご迷惑かけて申し訳ございません。本当に今日はありがとうございました。これ卓球は、疲れた時に。そうですね、どうしてもストレスが溜まっちゃうんで、今日はちょっと音楽かけてないんですけども、音楽聴いたり卓球したりして気分転換を図ってまたやるということですね。わかりました。はい、今日は本当長らくお邪魔してまして申し訳ございません。どうぞ遊んでいってください。はい、遊んでいきます。せーの、テレビビューで長所美術部全員頑張ってます。元気です。おはようございます。3月5日金曜日の朝です。暖かいです。この後どんどん気温が上がって、で風が強く降って花粉がたくさん飛ぶことになってしまいそうですね。さて、我がズームイン朝は実は今日3月5日をもって21年目に突入いたしました。20年前に徳光さんが大体この辺りで始めた番組、21世紀に向かって我々スタッフ一同大切に時を紡いでいきたいと思います。今後とも一つよろしくお願いします。では記念すべき朝一番は北海道に向かってズームイン。しかしこれだけゴジラ見せられると、ガメラも黙っちゃいないと思いますけどもねいつかできるかもしれませんね。ご苦労様でした。はい、さあ続いては長崎です。藤村さん。はい、長崎市泉町にあります長崎商業高校に来ています。この高校の3年生たちが卒業制作として作ったのがこちらのパロディーポスターというものなんですね。パロディーというのはあるものをもじったり皮肉ったりして社会の批判や風刺を表現するものなんです。高校生たちの社会風刺ちょっとご覧いただきましょうか。某金融会社の CM でもありましたナハナハ、これをテーマにナハとしてですね、沖縄の基地問題を取り扱いました。沖縄から基地をなくそう無人米軍なんて書いてあります。そしてこちらゲームセンターにありますクレーンゲームですけども、中に入っているのは総理大臣候補、たまたま引っかかった人が総理大臣になるみたいな風刺なんですけどもね、また操ってるのがこれアメリカなんですよね。ああそうか、うまいねこれ。さらにこちら経済問題にも高校生は取り組みました。これよく見るとですね、洗剤のパッケージになってるんですけども、大暴落株バブルより確かな急落力、ね、いかがでしょうか。こういったですね、作品はやはりテーマ題材を選ぶのが一番大事なんですけれどもね、高校生たち普段新聞をあまり見ることもないということだったんですけども、この作品を作るために社会の動きにかなり敏感になったということなんです。で題材選びで数ヶ月、さらには構図を決めたり色を塗ったりして数ヶ月ということで、ほぼ1年がかりでこういった卒業制作が完成したということなんですけどもね。さらにご覧いただきましょうか。 GTO なんていうねドラマとか漫画が人気になりましたけど、グレート低支持率小渕きついですよ高校生は。さらには小渕総理が味噌汁に溺れています、減塩味噌汁ならぬ減税味噌汁ねえ 5% なんて書いてありますけども、平山さん高校生にあんまり減税なんてこうピンとこないのかなと思いますけど、どうです。やっぱり私たちにも消費税というものがあって、文房具を買うにもお菓子を買うにも洋服を買うにも消費税がついて、今までのお小遣いでやりくりが大変になってきて、すごい重荷になってます。
その怒りをこれに込めたと、はい、小渕さんにせっかくですから何か言っときますか。はい、小渕さんもっとしっかりして消費税を安くしてください、うん、高校生に言われてますよ、うん、そしてねこちらは求人情報誌の表紙がねテーマになってるんですけども、旧がこれ古い人求人案内、お父さんびっくりしますよ、リストラ特集、今古い人間はいらないね、えこれはどんな気持ちで作ったんですか小柳さん。今年は実際自分が就職活動をしてみて、うん、自分もやっとの思いで就職ができたので、うん、そういう不景気をあえて求人誌で表してみました、ね、やっぱり就職活動大変だった、大変です、ね、あの京都のバスガイドさんに決まったということですからね、頑張ってくださいね。あ、そうですか。あの20年実はこの高校ではですねパロディポスターを卒業制作として作っているんです、時代が分かりますよ、これ20年前なんですけども、湾岸戦争の時にはこういったもの、さらには消費税 3% が導入された時にはこの3円玉なんていうのをね作っているんですけれども、安田さん、はい、これやっぱりみんなテーマ決めて作るっていうのはどんな苦労がありました、はい、やっぱり一つのものを作っていくのですごい大変です、うんうん、はい、でも一つ一つがこれ、はい、また全部合わせると、はい、ね、一つ1年間の世相を見ることができるっていう、はい、そうですね、3年生全員の卒業のあれなんで、うん、今のができたと思います、うん、はい、あの実はねこの作品は4月に全部古い作品も集めまして、ええ、展示されることになってましてね、毎年何千人もの、ね、市民の方が楽しみにして見に来られるようになってるんですよ。うん、いやこれはねレベル高いですよ。高いでしょ。いや驚きました。若い感性が光ってますよ。いやこうやってねあの時に暗い世相ですけども、その時代をねもう笑い飛ばしちゃうような時代を楽しむ術を皆さんは知ってますよね、うん、将来をね担う若者たちですからね。これ今ねいろんな出版関係者が一生懸命メモしてると思いますよ。そうかもしれません、ね、あんま映さないようにしましょうか。あ、それもかわいそうですね、たくさん映してやってください、はい、ご苦労様でした。おぎたてインタビューです。あさってから長崎市民会館で高校パロディ展が開かれます。このパロディ展は長崎商業高校の生徒たちが毎年開いているもので、今年で21年目になりました、はい、指導を続けてきた長崎商業高校の山田文隆先生と今年の展覧会に出品している美術部の生徒に話を伺いました。こちら制作したのは長崎商業高校の美術部の生徒を中心とした、まあ、長崎商業の生徒の皆さんなんですけれども、ご紹介しましょう、美術部の顧問の山田先生、それから、部長の次は石原さんです。そして副部長の川内さん、その隣です。今日は3人の方に来ていただきました。皆さんよろしくお願いします。お願いします。山田先生、このもう21年間続いているそうなんですけれども、この高校パロディ展というのはなんでこれだけ長い間やってるんですか。そうですね、もう20年目に入ったわけですけども、当時の生徒たちと あまりにもデザイン展のお客さんが少ないということで考えて始めたわけです。一つは模写ができるということですね、はい、模写はもう基本的な美術の勉強ですから、それから社会的な問題に高校生の諸君に関心を持ってもらいたいと、高校生のすごい鋭利な感受性の中で世の中を見てほしいし、そのためには新聞とかニュースとかをたくさん読んでほしいということですね。うん、なるほど。石原さん、何かこう部長ですけれども、3年間で結構大変なことってありました？パロディ展で案が出なかった時とかも1ヶ月あまり何もかけずに過ごしてました。アイデアを考えて、はい、ずっと1ヶ月ですから、はい、考えてるだけ、はい、あまり美術部っていうのはこう考えることの方なのかなと思いますけれどもね、はい、川内さんどうですか、何かこう苦しんだ時とかどういうふうにやってアイデアを思いつくんですか。新聞とかニュースを見たりとか、あと友達から案をもらったりとか、いろいろ考えたりしてちょっと自分で書いてみたりとかして、それでやっとこう出てくる、はい。じゃあちょっと作品を見ながらですね、説明してもらいましょうか。石原さんが書いた今年の作品がこちらですね。これはどういった作品ですか。あ、これはお菓子のパッケージと今の進行形をかけてパロディーしたらなりましたね。